皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。続、初めてのアコギの動画の2本目ということで、さっきは楽譜を集めるという話をさせていただきましたけれども、この動画ではもうちょっと実践的にストロークの種類という話をさせていただこうかなと思います。さっきの動画で、いろいろ楽譜を集めて、曲を選定して、左手のこの押さえるべきコードを割り出したのはいいんだけれども、右手はどうしたらいいんだって迷った方、結構多いかと思います。普通に楽譜をいろいろ見ていても、右手のストロークってどうしたらいいんだろうかと迷った方、すごく多いかと思うんですけれども、この動画でいろいろ参考にしていただけたら嬉しいなという感じでございます。とりあえず、9個のストロークを紹介させていただこうかなと思います。よかったらメモとかしながら、参考にしてみていただけると嬉しいなという感じです。で、ごめんなさい。あと、ちょっと1つ前提がありまして、大前提というか、1つありまして、覚えておいてほしいことがありまして、この曲にはこのストロークじゃなきゃダメだとか、この曲はこのストロークじゃなければいけないといった、正解というのはまずないんですよ。こう言ったらあれかもしれないんですけれども、なんとなくそれっぽければそれで正解なんです。なんとなくそれっぽければいいんです。なので、これで合ってるのかみたいな感じでこう迷ったりするかもしれないんですけれども、自分で聞いてそれっぽく聞こえたらそれで OK というマインドを持っておいてくださいませ。それっぽく聞いていきましょう。ではでは、まず1つ目のストローク、すごくシンプルにまず、ターンと伸ばすパターンという感じでしょうか。実際よくあるんですけれども、その伸ばすパターンという感じですね。コード1つ、ベーンと。左手はずっと G コードでやってみましょうか。4つずつ伸ばしていきます。4カウントで、ワン、ツー、スリー、フォー、ガン、イン、サン、シー、バン、イン、サン、シー、バン。こんな感じです。これは超簡単ですね。で、もう少し音数を増やしていくとすると、すごいシンプルですけれども、こういうパターンもあります。ターン、ターンと、こんな感じ。ワン、ツー、スリー、フォー。こんなパターン。で、もうちょっと音数を増やしていくとすると、この辺からちょっと複雑になってきますね。こんなパターン。読み方としては、タン、タカ、タン、タカ。ちょっとストロークも書いておきましょうか。このカクカクっとしたやつがダウンストロークで、チョチョンってやつがアップストロークです。なので、この場合だったらダウン、ダウン、アップ、ダウン、ダウン、アップって感じですね。やってみましょう。G コードにして、やってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じです。どうでしたでしょうか。なんとなくできますでしょうか。ストロークをするときは指でやってもいいですし、ピックを使ってやってもいいです。その辺は皆さんのお好きなスタイルでやってみてくださいませ。どんどん続きましょう。いきましょう。次、4番。タンタタタタタタ。これ、前回 の, その初めてのアコギの中で、初めてのアコギという動画の中でやっているリズムだと思います。こんなリズム。言葉で表すと、タンタカーカタカ。タンタカーカタカ、タンタカーカタカ。ストロークはダウン、ダウン、アップ、アップ、ダウン、アップって感じです。ここでアップが連続するのがすげえポイントでございます。やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じです。これもすごくよく使うリズムなので、ぜひ覚えておいてくださいませ。とりあえず、ここまでが8分音符の種類という感じですね。ちょっと4つほど紹介させていただきましたけれども、
ちょっと聞き取れなかったところとかあったら、ビデオを巻き戻したりとかして、なんかメモを取ったりとかして覚えておいてくださいませ。その次、行ってみます。パターン5。こんな感じかな。言葉で表すとしたら、たーんたんたか。たーんたんたか。という感じです。最初のこのターンが伸びていて、その後ろにたんたかとちょっと細かくいくと。ストロークとしては、ダウン、ダウン、ダウン、アップ、ダウン、ダウン、ダウン、アップと。ここで繰り返すわけですね。こことここは同じです。やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じです。次のストローク見てみましょうか。6番目。これにちょっと音がプラスされます。タンタンタンタカですね。で、ここは一緒。タンタンタンタカ。ダウン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 アップ。こんなリズムです。で、こことここは一緒です。やってみましょう。Gコードにしていきます。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じです。これができれば、まあ、そんな難しくないですよね。結構ちょろくできたかと思います。どんどん次いきます。次、7番目。タンタンタンタカカタンタンタカ。こんな感じ、こんな感じ。スイッ。タンタンタン、タカカタン、タンタカ。ストロークは、ダウンダウンダウン、ダウンアップ、アップダウン、ダウンダウンアップ。ここでアップが連続するのが大きなポイント。でございます。ちょっとこの辺難しいかもしれないです。ちょっとやってみましょうか。7番目のストロークいってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じのリズムです。ちょっといきなりやると、うおーってなるかと思うんですけれども、まあ、ちょっとメモとか取ったりとかしても、ひたすら繰り返してやってみてくださいませ。これが7番目のリズムです。で、あと2個、8個目と9個目を紹介させていただきたいんですけれども、とりあえずバババッとやってみます。細かい説明はちょっと後ほど。とりあえず、まあ、9個のパターンをまず紹介させていただこうかなと。8個目のパターンは、何やったっけ？テンテー。てんてててててててんてててててて。こんな感じですね。たんたかかたか。で、繰り返す。たんたかかたか、たんたかかたか。ダウン、ダウン、アップ。アップ、ダウン、アップ。ここのアップが連続するのがポイントです。で、こっちは一緒。やってみましょう。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。というのはリズムです。まあ、これ、さっきやったの弱めのリズムとほぼ一緒なんですよ。弱めのリズムがめっちゃ速くなると、この8番のリズムになるという感じでございます。ちょっと難しいかもしれませんけれども、頑張ってやってみてくださいませ。最後、9番目のリズム。タンタカタカタン、タカタカタンタカ。
あれちょっと違う。ここか。ほほ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 ほ。こうです。たんたかたかたん。たかたかたんたか。ストロークを書くとすると、ダウン、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、ダウン、アップ。タンタカタカ、タンタカタカ。こんな感じのパターンです。ちょっとやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じのリズムでございます。タンタカタカタン、タカタカタンタカ。まあ、こんな感じで今、1から9個まで、9まで、まあ、9つのストロークを紹介させていただいたわけなんですけれども、どれかしらのパターンが当てはまります。本当に大げさではなく、何かしらの、この今9個紹介した中のどれかしらのパターンが、その皆さんがコピーしようとしている曲に当てはまると思います。なので、まあ、ちょっとね、いろいろ手間ではあるんですけれども、これかな、これかなみたいな感じで、しっくりくるものを、この9つの中から探してみてくださいませ。ただ、ちょっとこの中で紹介できてないのが、シャッフルっていうものとバウンスというリズムに関してなんですけれども、基本的な考え方は一緒なんですけれども、音符の構造が違うというか、概念が違うというか、そもそもその根本が違ったりとかするリズムなんですよ。考え方は一緒なんですけれども、まあ、その辺は、以前僕がその、バウンスとシャッフルみたいな動画を出しているので、ちょっとそちらを参考にしていただいて、そこでそのリズムの基礎みたいなのがつかめれば、この9つの中からやっぱり応用が効かせられるかと思います。そんな感じで、ちょっと今9つバババッとやってみましたけれども、まあ、メモとか取ったりとか、ビデオを巻き戻したりとかして、ちょっと練習をして、それぞれうまく弾けるように練習をしてみてくださいませ。で、皆さんが練習する曲、弾きたいなと思った曲に、この9つの中からどれかを当てはめれば、なんかいい具合になったりとかすると思いますので、ちょっとチャレンジをしてみてください。まあ、もちろん100曲中100曲がこの中に当てはまるというわけではないんですけれども、まあ、100曲あったら90曲はこの中から当てはまると思います。ちょっといろいろ手間がかかるんですけれども、チャレンジをしてみてくださいませ。それが今回の動画のストロークの種類という話でございました。その次の3つ目の最後の動画では、シンコペーションというテクニックについてお話をさせていただこうかなと思います。そちらもよければ、ぜひ参考にしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いしましょう。さようなら。